はい。おもしろ野球の時間です。今日はクソニーと二人で行うイチャイチャトレーニングということでね。えー、っと、この大きめの輪ゴムを使ってトレーニングしていきたいと思います。ね。一人が引っ張って、一人がその輪っかの中に入って飛んでいくっていうトレーニングです。仲良しなんですよ、僕たち二人。だから、二人でやっちゃいます。 はい。こういうね、ちょっと伸縮性あるよっていうのをみんなに見せたいと思って、おっと、飛んでますね。はい、飛んでます、飛んでます。いやー、引っ張ってるって。引っ張ってるやん、言うて。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。うわー、引っ張ってるやん、言うて。ミッキーの方はね、あの、いいえ、お前が、わざとやん、言うて。わざとやんか、これ、言うて。 やってますけども。こっちもね、負けじと、ミッキーのこと引っ張るんですけど、やっぱミッキーはね、プロ野球選手目指してるだけあって、飛ぶのが上手ですね。体感がすごいあります。なんか言ってますね。体感すごいありますとか言ってるんでしょうね、多分。はい。引っ張ったまま入るのは結構難しいって言ってて。わざとですわざとです。わざとじゃないわざとじゃない。引っ張ったまま入るの難しいのっていう説明してます、今これ。はい。 よし。じゃあ、いきますよ。もう、初めから引っ張っとる。ミッキーが。引っ張ってるやん。って言って。ワードですよ。言うて。ワードじゃないよ。ワードじゃない。ワードじゃない。引っ張ってたの。もう、もう、もう引っ張ってたやん。言うて。もう一回、ジャンプ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 。結構いいですね、調子。はい。今日、こんなもんで交代しましょう。ってことで。ね。このまま入って飛びよう。みたいな。ね。な いちャいちャ噛んでます。あーっと、怖い怖い。引っ張るのやめてって言ってね。ミッキーは僕のこといつもいじめてきますよ。はい、次飛んじゃいます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。謎の12回っていうね、ジャンプの回数。謎の12回。はい。10回とかじゃなくて12回ね。よくわかんないけど。さあ。 もうそろそろこれで最終かなジャンプは。1、おぉ、むっちゃ引っ張るむっちゃ引っ張るお引っ張ったよな。ほら、おいほら、ほら、見ろ見ろ。引っ張ってる証拠あるやないかい。ね。さあ、飛びますよー。最後。もう片手で適当ですね、ミッキーは。飛び方がね、もう、うるさいっていう、僕の飛び方でした。 今日はこんな感じでおしまいです。バイバーイ